皆さんこんにちは、ケイスタンダードスタイルのケイです。今日はブルックスブラザーズの話をしたいと思います。ところがこのブルックスブラザーズ、コアな不安がたくさんいらっしゃると思うんですよ。ですから僕の知識ぐらいでは及ばないので、おそらく、初級編という感じになっちゃうんじゃないでしょうか。そういう気分でお付き合いをよろしくお願いいたします。先日ブルックスブラザーズのブランドアドバイザー大平さんから小冊子をお借りしました。これなんですけどね、エスタブリッシュ、このように細かく文ができまして、昔の資料など、しっかり書き込まれているんです。このブックレットはブルックスブラザーズの100年を記念して発行されたものの抜粋となります。しかし発行が1918年なわけです。ですからそれからでも今日100年経ってますので、およそ200年間の歴史という感じになりますから、簡単に書いてますとは書いてありますが、それは100年はなかなか簡単には書けませんよね。この小冊子を読んでるだけでも僕の番組は終わってしまいそうなので、ちょっとスポット的にかいつまんで解説したいと思います。カタログオンメイク、はい、当時はオンメイク346ブルックスゲートというふうにラインで分かれていて、ブルックスゲートですね。でこちらが今オンメイクといって、ブルックスの中では一番のトップラインですね、はい。自社工場で作られていて、仕様もこのクロージングの仕様もボタンホールとか、そういうところでハンドメイドの部分が使われていたライン。で、次にこれが346ですね。346、はい、これが一応、ラインの中ではミドルラインですね、はい。ここはクロージングに関しては、外注に出して作られている。なるほど。ただ決して346というレベルも、はい、非常に高いレベルで、後にブルックスの自社工場になりますけども、サウスウィックの前身、はい、グリエコブラザーズとかもここのブランドで、日本に上陸した時の親会社の大同系よりもこの346のクオリティとして取り扱っておりました。で最後ですね、最後がこのブルックスゲート、はい、ブルックスゲートはこちらは名前のごとく、入門編ですよね、はい。ブルックスブラザーズにまずはブルックスゲートから、入って、346オンメイクというふうに徐々にこういうふうにグレードを上げていくという、非常にブルックスの中では一番手が出やすい、価格帯のもので、デザインもちょっと若々しくて、であとはこれ上着と上着のサイズとパンツのサイズをここに表すときにドロップ線というふうに言いますよね。で一応オンメイクは、5ドロップですね。上着に対して、マイナス5を引いたのが、パンツのサイズになります。で346は6ドロップで、ブルックスゲートは7ドロップというように、やはり若い方を、中心にこちら、比較されてますので、やはりそのドロップ数も一番差があるというラインになってます。このブルックスブラザーズを取材するにあたって、私はブルックスの持つある伝統的な香りや我々を引き継げずにはおかない一種独特の魅力はどこから来ているのか、いろいろ研究してみました。そしてそれは創始者が打ち立てた2つの営業ポリシーにあることが分かったのです。ここはもう本当に今でも受け継がれていますね。ブルックスのポリシーはまず第一に、最高の品質のもののみを生産し、それを正当な利益のみによって販売し、そしてその
方針を歓迎してくれる人のみにとしか取引しないということなのです。ここですね。大平さんの持ちていただいたこの面倉の本ですよね。ニューヨークのメンズショップとかですね。メンズクラブで、はい、これは本当大々的にブルックスの特集で、はい、ブルックスのディスプレイが何年でしたか。これは1978年ですね、はい、70年代後半、はい、ブルックスブラザーズは本質を知る者に愛されるというキャッチフレーズですよね。これは両家とか高額所得者という意味ではなく、高い知性やマナーを備える人に本物の服を提供するといった意味ではないかと思います。アイビーといえば日本ではブルックスブラザーズと J プレス、この2つのお店でのディティールおよびスタイルが日本のアイビーのバイブルとなっております。日本で言えば江戸後期の文化継承、そういった意味合いでしょうか。思えば僕が初めてニューヨークのマジソンブルックス本店を訪れたのが50年前、もう50年にもなりますね。田舎での青年の目には革命的な出来事でしたね。日本で見るメンズショップという意味合いからいきますと、数倍の大きさで格式だけではなくてスケールにも圧倒されました。もうどの商品を見ても本物だっていう感じで、本物本物本物っていう感じで、入り口を入って正面には2階に続く階段があるんですけど、その階段を上がるのにはなかなか躊躇しまして、冷や汗ものでしたね。やっぱり格式というものに圧倒されてました、まあ、ちなみにその階段がなくなったのが1980年代ですかね。賛否両論ありましてエスカレーターになったんですけども、まあ、僕たちにたくさんのアイビーの知識を教えてくれたブルックスブラザーズも70年代後半アイビースタイル低迷とともに失速していきます。そこから苦悩の模索が始まるんですけど、ブルックスゲートを始めたり、あるいは最近ではブラックレーベルを始めたりとか、いろいろと再検索を施したんですけど、やはり時代の波には勝てなかったようですね。そして昨年やむなく再検索を取られたわけです。しかし明るいニュースなんですけど、ようやく再建者が決まりまして、その新クリエイティブディレクターにはマイケル・バスティアンが起用されたということです。マイケル・バスティアンといえばバングドール・グッドマンの著名なメンズディレクターでした。そしてその後自身の名で企業、いろいろな企業とのコラボレート、ガントや、まあ、日本ではユニクロなどともちょっとやりましたよね。何よりも根っからのプレッピー世代なんですよね。ですからきっと古くて新しいブルックスブラザーズの道を開けてくれるもんじゃないかとすごく期待してます。このブックレットによりますと、創業は1818年、チェリーストリートとキャサリンストリートの角ということです。イーストリバーのウォーターフロントあたりじゃないかというふうに思います。1818年といえば、アメリカではまだ星条旗の星が20個、そして18年に21個になるわけですけど、ちょうどその頃ですよね。日本ではなんと江戸時代なんですけど、文政という江戸時代なんですけど、なんと勝海舟、西郷隆盛、大久保利通といった幕末明治の重鎮たちが生まれた年であります。シーボルト事件や大塩平八郎の乱とかいったいわゆる世の中が穏やかでない頃ですよね。1850年にブルックスブラザーズの兄弟会社が誕生いたします。商標登録としてゴールデンフリース、いわゆる金の羊毛というモチーフが作られます。まあ、これはゴールデンフリース騎士団というところから出たみたいですけど、大元はギリシャ神話から来たようですね。
ブルックス・ブラザーズは陸軍、海軍の将校たちとの交わりがすごく強かったです。当時、米英戦争やメキシコ戦争、そして南北戦争ですね。かなり動乱が続いたんですけども、ブルックス・ブラザーズが士官の清掃用軍服を支給してました。当然、将校たちは軍服を脱いだ後、兵服ではブルックス・ブラザーズに行って買い物をするというパターンになりますよね。まあ、流行は上から下へ流れる。また下から上へ流れる。まあ、そういったところですよね。有名なところでは、リンカーンのフロックコート、暗殺された日に着ていたフロックコート、これはブルックス・ブラザーズが提供したようです。そして1915年、44丁目のブロードウェイに新店ができます。346マジソンアビニューですね。その住所から346というブランドも生まれております。では、ブルックス・ブラザーズ発のアイテムを年代順に並べていってみたいと思います。1895年、サックスーツのモデルができます。ナンバーワンサックスーツ、ナチュラルショルダーの誕生です。そして1896年、あのボタンダウン、ポロカラーシャツが生まれます。1900年にはハリスツイードを初めて導入してジャケットを作ります。1904年にはシェットランドセーターを販売いたします。そして1910年にはポロコート。当初は白にパールボタンがついたものだったようですが、後にキャメルとグレーが追加されるようになりました。1920年、レップタイ、レジメンタルタイですね。ブルックスはイギリスの連隊のネクタイをバイアスを反対取りにしました。向かって左から右へ流れるストライプですね。これは特に意味はなく、イギリスと差別化するためにやったようです。1920年、マドラス生地を導入し、シャツやショーツを作ります。1930年、とうとう出ました。シアサッカージャケット、スーツですね。ですから、このあたり、マドラスとかシアサッカーとか、そういった南の島で使う素材が導入されるようになってきました。そして、ライトウェイトサマースーツですね。コットン、リネン、マドラス、そしてシアサッカー。こういったあたりが大々的に販売されます。1930年にスリーボタンスーツ、いわゆるアイビーの原型ができます。1949年、アーガイルソックスの販売。そして1961年、ツーボタンスーツの発表。ケネディ大統領が就任の際に着たツーボタンスーツがあまりにも有名ですよね。ケネディの場合は2つともボタンを留めるということで有名でした。これは下のお腹の出っ張りを見せないための工夫だったようですね。まあ簡単に各アイテムの誕生をお伝えしたんですけど、ブルックス発の初めてのアイテムっていうのは結構あるんですよね。ココナッツストローハット。いわゆる麦わら帽なんですね。ココヤシの葉を使用した麦わら帽です。60年代のハリウッドの俳優はよくこれをかぶってますよね。ジェームズ・ボンドもドクター・ノーでは颯爽とかぶってますね。これをかぶってボートに乗ってます。ちなみにパナマ帽というのはパナマの草を使っているものをパナマ帽と言います。ブルックス発で有名なのは何といってもポロカラーシャツですよね。ジョン・E・ブルックスさんがイギリスにポロ競技を観戦に行った際、あるチームが
襟にボタンをつけてました。風で飛ばないように。大体スタンドカラーのチームが多かったんですけどね。襟付きのチームの中で。そこからひらめいて、ボタンダウンシャツを作ったようです。ですから僕らが大好きなボタンダウンシャツは1930年、ブルックスより発売されたわけですね。ノーベル賞ものの。また70年代から80年代、主力で作られたポロシャツがあります。これはコットン100ではなくて、コットンポリが50/50ですね。襟足の長いイングリッシュカラー、これを米国製で作ってます。そして、面白いのが、三つボタンではなくて四つボタンなんですよね。ですから、ラコステと差別化してるってことですね。また同様にコットンポリのダクロンスーツを作ってみます。いわゆる53年にキャンペーンをしたウォッシュ&ウェアですね。こういった具合にブルックスブラザーズはあくまで保守的であるというわけではなくて、常に新しいものをその時のトレンドを取り入れていくという仕掛けをしています。1970年代、アイビーがちょっと低迷化した時にブルックスが打った手がブルックスゲートという若者向けのブランドですね。ですからやや細身に作られてます。そして値段もかなり抑えられてます。ラルフ・ローレンのようなニュートラッドのアパレルに対抗して動いたんでしょうけど、これはあまり成功したとは言えませんでした。ブルックス・ブラザーズの生産の中でオウンメイクというのと346というブランドがあります。オウンメイクというのは当然自社工場でニューヨークとかノースカロライナ、そこでナンバー6というハンドメイドの要素の多いグレードの高いスーツを作ってました。346というのは外注です。当時サウスウィックは外注でした。その後ブルックスの傘下に入っております。そういった、ですから346だからといって、お粗末な作りではなくて、かなり手の込んだ仕掛け、仕上げにしてあるということは言えます。あくまでオウンメイク自社工場と346の外注、その2つに分けているということですね。エルメスのジョン・ロブのように、ブルックス・ブラザーズも自社のブランドをつけないで、メーカーブランドをつけている商品があります。アレン・ソリー、ソックスとニットのメーカーですね。ハーバード・ジョンソンという帽子メーカー。ピールのブーツ、シューズですね。そして、リバティのシルクのスカーフ。まあ、他にもあるかもしれませんけど、この4つは独自のメーカーブランドで展開しています。まあ今お話したようなことが、このブックレットからかいつまんだ概要になります。ポストアイビーはもちろんアイビースタイルです。そこにはブルックスブラザーズが作り上げてきたディティール、それからアイテム、スタイルなどなどが指針となり、僕たちアイビーファンを引っ張っていってくれるものだと期待しています。そういう意味でも今回の再建のニュースは非常に嬉しく思います。マディソンの旧本店が再オープンされた暁にはぜひ映画ブルックスブラザーズで朝食を、そうですね、監督ウディ・アレン、俳優はあのルーニー・マーラー、キャロルとかドラグンタットーの女で有名ですよね。そして相手役にはジェシー・アイゼンバーグ、ソーシャルネットワークでご存知だと思うんですよ。癖のある好青年ですよね。この2人をウディ・アレンがどう料理してブルックス・ブラザーズで朝食を食べていただくか、やはりそういう意味ではカフェも作っていただかなきゃいけませんね。あ、カフェではなくて昭和風な喫茶店を作っていただきたいですねまあとかく不安はありがた迷惑な要望をいろいろ出しますから、その辺はこらえてください。ということでブルックスブラザーズの再建をお祝いして、ブルックスブラザーズの小話をさせていただきました。ありがとうございました。